こんにちは、にじこです、早速ですが、グレイスの謎が解けましたね。風さんじゃなかったですね。サチモスの、ヨンスさんっていうんですか、うん、ね、ということでした。でも素敵でしたよね。素敵な声でね、あのエフェクトとっても、あの素敵なお声で、うん、もう頭の中リフレインしてます、ずっとあの曲がね。でロナさんが正解でした。やっぱ風ソムリエ違いますね。そして昨日なぜかね、ロナさんのね、あの風さんの ATM になった風さんとパイロットになった風さんが2個上がってきてて、立て続けに見て、私は声を上げて爆笑しましたね。本当にさすがでございます。そう、そしてね、あれですよ、あの風さんからインスタのポストが上がってましたね。グレイスのね、歌を歌ってましたね、アカペラで。声を枯らして叫ぶ声もなく、私はただ身を引いたあの影から、ね、そして暗闇から離れて太陽の光に進もうってメッセージがありましたね。ちょっと思わず私このコメント、このメッセージとともにショート動画を上げてしまいました。これはなんか心に留めておきたいなと思ってね、うん、これは風さんからのまたメッセージだなと思って、ああ風さんまた言わせちゃったなっていうのもちょっと思ったけど、うん、なんかなんでしょうね、なんかどうしてもなんていうのかな、大好きなあまりその独占欲みたいになっちゃうのかな、うん、でなんかほらちっちゃい子がこれ私のみたいな、これ僕のとか言って、でそれを取られると怒って泣くみたいな、なんかあれに近いような、ごめんなさいね、すっごいどうしよう、怒られちゃう。でもなんかちょっとそんな感じもして、なんかとか、なんか今までクラスで一番人気者だった女の子がいて、そこにある日転校生がやってきました。そしたらその子がめちゃくちゃ可愛くって、みんなそっちにわーって行っちゃって、今までなんかトップでみんなにチヤホヤされてた子が2番手になっちゃった、悔しいみたいな、なんかそれにも似てるかなとかね、ごめんなさいね、なんかちょっと、いやでもなんかちょっとね、そんな風なことを思っちゃったんですね。なんか、うん、だってもう風さんにこれだけこう、なんで風さんが火消しに回るんでしょうね。いや火消しに回るって言い方もどうかと思いますけど、でもまあ私はそういう風に感じちゃうんですね。何にも言わないですよ、風さんは何にも言わないです、何にも言ってないけども、なんか伝わるメッセージを送ってくれるじゃないですか。まあそれはそれぞれの解釈なんですけどね。私はなんかそんな、なんか、うん、風さんが全てをこう丸く収めてくれてる、いつもそのそういう感じだなって思ってね、うん、でそしてね、昨日は昨日っていうかあれですよ、なんだっけ、海外のね、ファンの方々が、なんだっけな、セルフィーを風さんの顔に似せて、なんか風タリアンセルフィーデーだっけ、なんかそういうハッシュタグで上げてて、で風さんのいろんな表情に似せた自分の表情の横に並べてあげるっていうね、すごい面白いこと、面白い発想するよね、うん、そしたらね、そこ風さんが舌をペロッと出したイケてる風さんと、隣に変顔した白目の風さん、あの並びの写真をあげましたよね。あれがまあその風タリアンセルフィーデーに参加したではないかというふうにも言われてるみたいで、でも私もそんな気がしたんですよ、やっぱそんな気がしますよね、うん、でなんかまたそれを面白くないと思う人もいるのかもしれないけども、もう面白くないとかそういうことじゃなくて、もうみんなで楽しめばいいんじゃないのって本当に単純に私は思うんですけどね、うん、なんか
だからわしも一緒に楽しむでってことで、あれを載せたのかなと思ったりね。 Yes, we are beautiful ってやつね、うん、知りませんけど、まあそんな風に感じたんですよね、うん、で、まあこのところのなんか、うん、なんかね、ツイッター界隈のことを見てて、まあ、いろいろ思うわけなんですが、そしたらミランダさんがね、こういうのもくれたんですよね。にじこさん、今日の配信を聞いてたら世界の終わりのハビットという曲の歌詞を思い出しました。分類したがるのは人間の癖、悪い癖なんですよね。所属欲求があるからファンダム名があることで居場所になる人もいるのかもしれないですね。私は属するのが苦手なので、にじこさんと同じで藤井風さんのファンでいいかなと思います。風さんは Z 世代、 SNS 世代なので、こういう場は軽やかなのが当たり前なのだと思うので、大人の方が見習わないとですね、っていうことをいただいたんですけど、あのハビットってね、面白いですよね。あのみんなで踊ってるの、あれで歌詞が結構またね、あのあれ深瀬さんが書いたんでしょ。彼もね、あのいろいろ分かってる人ですよね、うん、でそう、あのね、人って分類したがるんですよね。もうこれは昔からですよね。でちょっと話が変な方行っちゃうかもしれないけど、あの死の交渉っていうのもそうじゃないですか。でその下になんかさらにあの得た否認なんていうのを作ったりね。どこまでも人は自分の下に人を置きたいっていうか、上にいることで安心するっていうか、まあ、自分の勝手な感覚ですけどね、上も下も、うん、そして所属することでなんか仲間意識っていうか、そこでなんだろう、自分の居場所があるみたいな感じでホッとするみたいな。でもそれ、私昨日スタンド FM でも話したんですけど、子が立ってこその所属ならいいと思うんですよね。それぞれが子が立ってたら。だけど依存で、ここにいたら私なんとかしてもらえるみたいな、そういう感じでなんかそのね、なんかどこかに属するっていうのはなんか、うん、ちょっとどうなのかなって、なんか変な感じにならないかなとかね、まあ、余計なお世話ですよね、私もね。まあでもちょっとそんなことも思ったり、うん、まあだからなんか結局のところはですね、エゴと嫉妬だと思うんです。もうズバリ言ってしまえば、なんか大好きな風さんが私じゃない誰かを注目してるっていうのが面白くない、そういうことなんじゃないかなと思って、海外の人が急にファンがこうワーッと出てきて、そして海外の人たちってすごく自由でこう楽しんでるっていう、こうそれをもう前面にバーンと出すじゃないですか、人の目とかあんまり気にせず。だからあのそういうところが、私たちは我慢してるのになんであなたたちはやるのみたいなね。そうで、じゃあ我慢しなくてやればいいのにって私は思っちゃうんだけどそうね、なんかまあちょっとあんまりなんか私が言うのもなんですが、うん、そんなこと思いますね。だからうん、結局はね、そういう執着ですよねって思うんです。だからちょっと萌えは聞いたらどうかしらみたいな、うん、そしてその、うん、なんかいちいちこう引っかかるかもしれないけど、うん、もう楽しむっていう方向に行かないのかななんてね、まあ、余計なお世話ですよね、うん、まあ、でもとにかくね、風さんの心をなんかざわつかせるようなことはね、したくないなっていうふうなことは思うんですよね。やっぱりそのファンとしては風さんがいつも幸せであってほしいって、それがもう一番じゃないですか。なんであれ風さんがいつも自由に幸せにいてほしい、好きなように表現できるように、その余計なことに心を煩わすことなくいてほしいって、それが願いだと思うんですよね、みんな、うん、だからそこに立ち返ったら、いや、こういう発言をしたらどうなんだろう、こういう発言をしたら誰かがね、なんか傷つかないかなとか、こんなの見せたら誰かが
傷つかないかな、風さんがどう思うかなとか、ちょっとそういうふうに思いを馳せたらって思うんですけどね。うん、まあ余計なお世話ですね。うん、まあでもちょっとそんなこと言いたくなっちゃいました。うん、なんかそのね、風さんがその暗闇からね出て光の方へ進もうって、もう本当にね、今まで割と闇の時代だったと思うんですけど、これからはもう光の時代だと思うんですよね。私いろんなことがもう軽やかになってるし、いろんなことが変わってきてるし、もういろんなことがもうゴロンと覆されてて、社会の仕組みやらももう軽く、もう今まで重くやってたこと、なんか修行っていう言葉も死語になるかもね。なんかそんな感じでもう軽やかな時代なんですから、軽くいきましょうよって言いたい、本当に。うん、なんかもう重苦しいのってね、誰もハッピーにならないんですよね。うん、そうだから、なんかね、そのなんていうのかな、こう新しいものとか、ほらその転校生もね、最初馴染めないとかは、なんか異物が来たみたいな、いや言い方がちょっと悪いけど、まあそんな感覚に最初なるじゃないですか。でもだんだん慣れていって仲良しになっていく。でそんな風になんか最初は戸惑うかもしれないけど、仲良くしていこうっていう意識であれば、なんかいい方向に行くような気がするんですけどね。でお互い違う感覚があるのは当たり前で、そこも あなたはそう思うんだ、ちょっと私は違うけどね、そっかっていう風に否定も肯定もしなくて、私は こういう風にするね、あなたはそうなのねでやればね、何もトラブルにもならないと思うんですけどね。うん、はい。で、そんな海外勢が今すごいですが、エリコ・イングリッシュさんからこんなのいただきました。アメリカに長年住んでいて、28年ぶりに日本人のアーティストが見つかりました。アメリカ人の友達から彼のことを知りました。アメリカ人ファンは彼の歌詞がすごいって言ってます。こちらでも彼のことは有名ですって。アメリカ人から風さんを知ったってすごくないですか。アメリカでも有名で、風さんがで歌詞がすごいって、やっぱりもう世界共通なんですね。I'm Japanese BTS Army and living in USA. I checked all English comments on his Twitter. Nobody said don't apologize or he doesn't need apologize. Everybody said thank you, it's okay. Anyone make a mistake? ね、ちょっと前にあった風さんのごめんなさいの話ですね。うん。いやーもうね、そう誰でもね間違えることはあるんですよ。うん、でそういう風にね捉えてくれてるってのが嬉しいですね。で私ツイッターにもつぶやいちゃったんですけど、国籍とか人種とか性別年齢立場関係なく、これを言ったら傷つく人いないかな、これを見せたら悲しむ人いないかなという想像力かっこ愛があれば、きっと地球は平和。本当にそう思うんですよ。ちょっとの想像力で、無駄に人を傷つけることもなく、変に対立することもなく、いられるんじゃないかなと思うんですけどね。で、みんな違うわけだから、変にこう人に合わせることもないし、迎合することもないし、ただあなたはそうなのね、私は違うけど、でもあなたはそうなのね、そっかーって認めてあげたらいいんじゃないかなって、そして私は違うけどってそれでいいんじゃないですかね。うん、なんて思うんですが、すいませんね、また言いたい放題言わせてもらっちゃって。はい。で話全然違うんですけど、
テルコさんがまたカウントしてくれました。いつものように19ヶ月、配信19ヶ月おめでとうございますって、ありがとうございます。いつもいつも本当にねえ、もう本当に19ヶ月もやったんだなと思ってありがとうございます。はい、それから風民 NK さん、にじこさんの朗読好きですよって、嬉しい、ありがとうございます。それから、チャムさん、ファンを大切にしているからこそ風さん、どうしてもファン同士のやり取りが気になってしまうんでしょうね。区別や分け隔てなく楽しく応援を目指したいです。風民も風タリアンもマックかマクドかそれくらいの感じで、でもこれ笑っちゃったけど、本当本当そうよね。マックをね、東京はマックって言うけど大阪はマクドって言うんでしょ。うん、もうそんな感じよ。風タリアン、風民、風民、もう何でもいいっすよね。このくらいライトに行きたいですよね。うん、それから昨日のね、私突然なんかヘッタクソな弾き始めのピアノのまたほんの1ページぐらいをね上げるという、もうどういう配信よっていうそういうのを上げて、まあ、自分を追い込むためにねこう載せちゃったらもうやらざるを得ないでしょみたいな、載せちゃったんですけども、そしたらねすごいたくさん応援コメントいただいてすごい嬉しかったです。もうねありがとうございます。そして私も頑張りますみたいな、なんかまたエンジンかかりましたみたいな方もたくさんいらして、それも嬉しくってね、ねぜひぜひ一緒に頑張ってまいりましょうね。私ももうもうなんか1年ぐらいな感じでやろうかなと思ってます。うん、慌てずね、別に慌てることもないからね。はい、それからそうピアノスコア、風さんのピアノスコアは今度20すりが出ますよね。ごめんなさい、12回目の半ですよ。12半っていうの、うん、12すりっていうの、うん、ごめんなさいね、よく分かってない。すごいね、もう楽譜でそんな12回もね出版ってね、そうそうないでしょうね。うん、素晴らしい。もうまだゲットしてない方、あれはねいいですよ、いいですよって、置いとくだけでもいいし、あと解説があるんですよね、風さんのね一曲一曲のそのメッセージがまたいいんですよね。あ、こんな思いで、あ、こんな風にこう何こう特徴があるんだなとかね、うん、いいですよ。私もちょっと書き込みしちゃったんでね、まっさらのもう一冊買おうかなとか思っちゃったんですけどね。はい、でみーちょんさんがね、にじこさんピアノ癒されました。そんな癒されるようなピアノじゃないですよ、ありがとうございます。ピアノも同じ曲でも弾く人により響くものが違うと思うのです。私は昔ある発表会で同じ曲をピアノでお二人続けて聴いたのですが、初めの方の方が技術的に上手だったのに、次の方の方が心打たれて涙してしまったことがあります。にじこさんは大きな方で、だけど風さんと同じように素直で可愛らしい方々で、いつも元気もらえます。以前の風よも素敵でした。いやありがとうございます。ピアノも風さんも伸び伸び楽しんでと言っているようです。私も実は小学生の頃、母が自分で習いたくて習えなかったピアノを私にと習ってましたが、あまり練習せず先生に叱られてました。で、ショパンの子犬のワルツは弾けてたのですが、中学生から全く弾けていないので、ここに来て風さんに出会って弾き始めてみたら、全く弾けず、練習しても指が動かない、譜面も楽譜も読めない、習い続けていればよかったなとかなりなりましたが、諦め少しずつ練習しようと思ってます。にじこさん、またどんどんピアノ配信してください私は風さんに出会えて、さらににじこさんに出会えて本当に嬉しいです。ありがとうございますね。もうわかるよ、もう私ももう30年ぶりにピアノ弾いたら全然指を動かなくてびっくりしたもん本当に。でもすっかり忘れて譜面も読めなくなってるしね、でもね少しずつやっていると思い出すからね、ぜひやってみてくださいね。でこれわかる、同じ曲でも弾く人によって全然違うって、これめちゃくちゃわかる。私はもうカンパネラを
完璧に弾く、なんか若者のピアノ、あるピアニストの弾いて、すごいなと思って聞いたんだけど、でも私藤子ヘミングさんのがもうね、ミスタッチだらけなんだけど、もう涙なしに聞けなくてね、もうだからね、音にね、なんだろう、その人の魂の叫びというか人生が出てるんですよね。そういうことだと思うんですよ。前にね、あの突然この人誰って全然知らない海外のバイオリニストだったんだけど、その人が突然なんかの番組でテレビから聞こえてきて、それもね、もうバイオリンの音色に私はもう魂が震えて泣き出したことがあって、なんで私泣いてんだろうみたいなことあったけど、そういうのありますよね。うん、わかります、本当にね。はい、ありがとうございます。それからゆずきさんがね、私は楽譜を、紙を貼り合わせて練習しているのですが、長くなると楽譜をめくったりずらしたりします、ずらしてたりします。その間音が途切れるので、何かいい方法があるのか知りたいのですが、どなたか知ってらっしゃる方いれば教えていただきたいのですが、ということなんですよ。で、私はね、全部つないじゃってんですよ。風よはね、6枚ぐらいになったかな。それを全部横につなげて、で、ベローンって広げて置いてるんですよ。で、うちの譜面台だと、ベローンってそのまま置けたんだけど、そのこの間の発表会の会場のグランドピアノだったんだけど、そこはね、ちょっと若干うちより譜面台がちょい短めだったのかな。だから厚紙を両端に貼り付けて、それでこうベローンって広げてました。うん、めくるとどうしても止まるもんね。うん、他に何かいい方法をご存知の方いたらね、ぜひ教えてください。はいはい、ということでね、お誕生日の方いらっしゃいましたので、11月の21日と22日ですね、井上貴子さん、いつも素敵な配信ありがとうございます。毎日風さん、虹子さんの愛がハートハートハート温かくしみしみです。で、初コメントなんですね、ありがとうございます。11月21日は母親の誕生日、11月22日は私の誕生日、ぜひぜひにじこさんのおめでとうを聞かせてくださいませ、ということでね、まあつながってますね。じゃあまずたかこさんのお母様、11月21日お誕生日おめでとうございますね。お母様、たかこさん楽しそうですねこのコメント見ても楽しそうなたかこさんが想像できますがね、楽しい娘さんとね、楽しい日々をお過ごしでしょうかね。これからのまた新たな一年もね、素敵な楽しいお嬢さんと素敵な素敵な一年をお過ごしください。もうお母様にもう幸せが毎日毎日降り注いできますからね、もう日々を楽しんで、うん、お過ごしください。おめでとうございます。それからたかこさん、11月22日お誕生日おめでとうございますね。初コメントありがとうございます。とってもね、楽しい方だなっての伝わってきますね。はい、これからの1年もね、そんな楽しいたかこさんでもっともっとハッピーを引き寄せちゃってください。楽しくいるとね、楽しいことじゃんじゃんやってきますからね。はい、黄金の金粉が降り注いできます。おめでとうございます。はい、ということで、はい、それからね、藤井玲さんからね、こんなのいただきました。にじこさん、息子の誕生日コメントありがとうございました。にじこさんの言葉にはパワーがあると思います。にじこさんに大丈夫と言ってもらうと本当に大丈夫になるような気がします。これからもにじこさんパワーを浴び続けたいと思います、ということでありがとうございます。あ、でも私本気でね、本気で言ってますからね、本当にパワーあると思いますよって言い切るこの言い切る私本当なんですよ。だってそう、本当だって思ってくれる、これね、要は受け取り側の力量と言いますかね、受け取り側の問題なんですね。ヒーリングもそうなんですけど、
あのね、受け取るって思ってくれた人はね、がっつり受け取ってくれるんですよ。だから本当にそういうことが起きるんですよ。大丈夫、そっか大丈夫なんだって思ったら本当に大丈夫なんです。そんなわけないよと思ったらそんなわけない現象が起こるんでね、うん、受け取っていただけたら嬉しいです。私もいつもめっちゃパワー込めてます。はい。それから先日、妹さんが手術するということでね、ぜひパワーをということだったてるてる坊主マムさんからね、その後の、コメントいただきました。おかげさまで3時間を超える手術無事終え、今朝はバナナとオレンジジュースが美味しかったと妹からメッセージが届きました。母も安心して眠れたようです。ありがとうございました。よかったです。私も安心しましたね。ありがとうございます、ご報告。はい、ということで今日もありがとうございました。今日も軽やかに参りましょう。で、これ聞いてる人何時に聞いてるか分かんないけど聞いた時点から軽やかに参りましょう。ではまた。